へいよー、ケンツムシです。そこそこの頻度で提供していきます。その時クララが食われた。今回はロイヤルホグ編です。通称ロイホグと呼ばれるカードですが、実はキングのペットです。ミニ豚が4体出てきて、片方サイドブッパも両サイド詰めもね、ロイホグだけでこなすことができます。結構ね、ロイホグに対しては強カードのイメージが強いんじゃないかな。どんな歴史があるか早速見ていきましょう。 HP 1109で変わらず、攻撃96から98。これね、まあ、ここだけ見るとね、2しか変わんないんだけど、その途中経過でいくと96、90、95、101、98という順番で火力変動しました。毎秒ダメージ81で変わらず、攻撃速度 1.1 秒から 1.2 秒。初期のロイホグに比べると今のロイホグは初回攻撃が少し速くなってます。そしてもう一個がちょっと内緒の調整。さあ、ここで久しぶりに問題です。ロイホグで一番強いのって何だと思います？正解は HP です。まあ、いろんなね意見が、まあ、あるとは思うけど、俺 HP が一番の強みかなと思ってます。そもそもファイヤーボールを耐えるし、完封する手段が少ないってのが強いと思います。メガナイトの攻撃も耐えるので、まあ、タワーがね、あのロイホグにターゲットを取ってない時の、まあ、右残りの鬼削ぎとかも、まあ、結構ね経験した方多いと思います。そしてこの内緒の部分の調整なんだけど、これはですね、なんと体積の調整です。もうクラロワで体積ってね、ピンとこない方いると思うんですけども、ゴーレムはですね、体積が大きいからトルネで吸いづらい、逆にゴブリンとかは軽いから吸いやすいよね。まあそんな感じです。もともとロイホグはなんと1匹あたりホグライダーと同じ体積でした。つまりあの重すぎてトルネードがほぼほぼ効かず、ノックバック系もね、ものともしませんでした。冷静に考えてみ、ロイホグ出したらホグライダー4体分の体積だよ。トルネでキング起動しようとしてみ、無理でしょ。現在のロイホグは初期の体積の半分となっています。なのでロイホグを出すと、あの全体の体積は実はホグライダー2体分だよって話ですね。続いてバランス調整劇場を見ながら解説していきます。2018年6月20日リリース。初期のロイホグってそんなに強くなかったんよ。とはいえ弱いわけではないんだけど、同期に出た雪玉とかいうね、ぶっ壊れカードに注目が集まったこともあって、最強とまではいかなかった。まあ最初ロイホグ三重士がちょっといたかなーって感じだね。そんなこんなで2018年8月6日、情報修正、初回攻撃速度アップ。マジこれがマジで強すぎて、一気に最強と呼ばれるカードになりました。あのタワーにたどり着いた瞬間からもうゴリゴリ削るし、でこの時はね、先ほど言った体積も重いから、マジタワーまでなんかロイホグ同士でこう押し合って超突進してくるし、マジでエグかったよね。その時は最初に生えた時がね、こちらです。いやー、これ時代を感じるよね。とにかく強かったので、あの最後のおまけ動画楽しみにしててください。この調整で、まあ、三重種ロイホグ以外のデッキで、まあ、ロイホグメインのアタッカーとして使われることが増えました。2018年9月3日、下方修正、攻撃速度が 1.1 秒から 1.2 秒。まあ、悪くない調整なんだけど、この調整足りないなっていう感想です。突然ですが、これから使える2のね、クララプレイになれる言葉を教えます。顎に手を当てながら、ロイホグって、結局強いの初撃速度なんだよね。当然弱体化が足りなかったロイホグはさらに弱体化を受けます。2018年11月5日、下方修正、攻撃が 6% 減少、ロイホグの体積を半分に。これにて1匹あたりの攻撃力が96から90になりました。まあ、当然ね、火力も下がってバンザーイって感じなんだけど、もともとホグライダー4体分の体積だったロイホグが、まあ、ホグ2体分になるので、まあ、ロイホグ同士が押し合って加速したり、まあそのハミチンしたりがなくなりました。まあ、そんでもってね、体積も減ったので、トルネードでロイホグのキング起動がしやすくなりました。まあ、こんな感じで、ロイホグのね、調整については一度収まったんだけど、たくさんのデッキが出現しました。マジ、ロイホグデッキが多すぎて、まあ、記憶にあるデッキを言ってくんだけど、ツイッターでね、募集したんですよ。どんなんがあったっけって言ったら、めちゃくちゃ多いので、ブワーって貼っときます。まあ、特に俺が強いなと思ったのが、まあ、ロイホグポイズン、メガナイトロイホグ、ロイホグ三重士、ペッカロイホグ、アウトローロイホグポイズン。まあ、ここら辺がね、この当時流行ってた気がすんね。まあ、チーム戦のさ、プロリーグで、アウトローとロイホグとか入ったデッキ結構見た記憶ないですか？この時は、まあ、高回転でロイホグ出すっていうよりかは、カウンターで削り上げるデッキが流行ってたな。これちょっと懐かしい動画、ライキ・ジョーンズとね、あの、プロの時にコラボしてたちょっと初々しい動画がおまけであるので、それも載せときます。まあ、ロイホグはね、しばらく安泰だと思われていたし、まあ、実際ね、1年半ほど調整されなかったんだけど、事件が起きました。
それはボムタワー強すぎ時代です。詳しくはね、これボムタワー編で話すんだけど、もうこれによってね、もうロイホグが一切なくなって、もう運営はロイホグを強化する判断に出ました。それがこの調整、2020年2月4日、情報修正、攻撃力 6% 強化。まあこれですね、まあ前世紀に弱体化した時の、まあ、攻撃力 6% を戻してみようという調整です。まあこの時ですね、ヒースピとクエイクが強かったこともあり、まあミニペロイホグヒースピクエイクが超流行りました。マジで橋前ロイホグミニペするだけ。マジゴレ使いとか、マジで全員泣いてたもんね。マジいきなりもう初手ロイホグミニペ出されてヒースピそれ上げて終わりです。そしてさらに、この1ヶ月後にバグり散らかした最強カードが登場して、さらに環境が変わります。それがロイヤルデリバリーです。詳しくはね、こちらもロイヤルデリバリー編で話すんですが、まあロイホグのね、対策になるよねって思われてたこのデリバリーが、まさかのロイホグデッキに入って、一時代を築き上げた最強デッキが誕生しました。それがこちら、ロイホグクエイクマジャチデリバリーです。これはですね、もうマジで強くて大流行りしたし、確かに俺もね、これでトラ上げした記憶があります。確かね、これも制作者みかん坊やだった気がするな。ただね、やっぱ強いデッキはね、歴史では一瞬で消えていきます。オロイホグ以外の早急な下方修正で落ち着いてきました。その後ね、なんだかんだ三重士で生き残ったりはしてたり、まあ、スケドラが実装された時ね、ロイホグがめちゃくちゃ流行ったりはしたけど、まあ、なんだかんだ落ち着いていきました。まあでもマザネクが流行った時も、マジでなんだかんだロイホグと組まれて流行ったよね。まあ、新カードとかで、ファイボとかに弱いカードが出ると、まあ、ロイホグと混ぜてファイボ枯渇デッキって感じでね、強いイメージがあります。まあ、そんなロイホグなんだけど、まあ、後々の環境では、あんま見なくなってったんだよね。まあ、なぜなら、その時の環境では、もう範囲攻撃が強すぎた。もうロイホグはですね、ボムタワーや、もうメガナイト、バルキリー、ダックプリ、まあ、あとはですね、もうファイヤーボールの呪文一強時代が訪れて、まあ、それによってね、どんどん姿を消していきました。あとはね、ゴブリンドリルっていう、マジバグ最強カードが流行った時に、もう範囲攻撃がもうマシ素養環境ができたんですよ。その時に、もうロイホグも巻き込まれて消えてった。だからロイホグっていうのは、その他の強いカードが流行ったりとか、対策デッキが流行った時の、まあ、被害者だったわけなんです。ロイホグ自体は、もう普通に悪くないカード。普通に強くていいカードなんです。それなのに、こんな調整が来ました。2021年9月6日、情報修正、攻撃 6% 増加。これはさすがに怪しい。ここまでのロイホグの攻撃強化歴史を見ると、まあ、ロイホグがね、実装されてから、攻撃が 6% 減少、で、まあ、ちょっと戻そうかで 6% 増加、で、一旦様子見て、なんかロイホグ最近見ねえな、6% 強化なんよ。もう前世紀のロイホグの時より、さらに上乗せで 6% 攻撃強化は、マジでやっとると思う。まあ、その結果どうなったか、もうしっかりアウトでした。そもそもなぜ強化されたのか、しっかりおさらいしましょう。それは、ゴブリンドリルが増えたから、まあ、範囲攻撃が増えて、その範囲攻撃でロイホグが巻き添え食らって、まあ、使われなくなったよねっていう理由だよね。なのに、このロイホグが強化されたタイミングの調整で、ゴブリンドリルもしっかり弱体化されたんですよ。なのに、ロイホグが強化された。それはダメじゃん、冷静に考えて。ゴブドリー弱体化したら範囲攻撃減るでしょ。なんでロイホグ強化したのってことになったんだよね。そしたら当然このデッキ、もう超流行りました。もうそりゃそうだよね。ただ、この時バランス調整対象枚数がすごい多かったんで、まあ、いろんなデッキが流行ったのが救いだったかな。まあ、新鋭体ロイホグとかもね、より強くなってたな、この時。てか、あの新鋭体ロイホグデッキって、いつから湧いとったんだろう。まあ、そんなこんなですが、ロイホグに事件が起きます。2021年10月27日。チャンピオン実装。もう最強カードたちの登場。もう特にアチャクイがやばすぎて、もうとあるデッキがね、もう間違えて、時代を間違えて生まれてしまったんです。それがこちら。もうアチャクイロイホグデッキです。マジでおかしい。これ作ったプレイヤーですね。意外と身近なプレイヤーです。日本のプレイヤー KK です。まあ、詳しくはですね、まあ、それぞれのまたカードが来た時に語るんですけども、その時クラガが壊れたデッキ編をもし作るのであれば、間違いなく上位に入ってくるデッキですね。まあ、それぞれが現在はえぐいほど下方修正されています。まあロイホグ以外も超強いけど、まあロイホグってね、やっぱ便利だよね。まあここロイホグじゃないと成り立たんよねっていうね、まあ実感するデッキです。まあおまけにね、そんなグロ映像を載せておきます。まあ当然これ来るよね。まあ2022年2月3日下方修正、攻撃が 3% 減少。まあ、さすがに暴れすぎたので、もう当然の顔修正。なんだけど、現在ね、ロイホグは生き生きしてます。なんなら、アチャクイロイホグは、まだ現環境に見える、マジでゾンビデッキ。
もう新エタルーフグもゾンビデッキ、もうあれもうゾンビだあいつら全員。あとはしれっとねルーフグ三重士も生き生きしてます。まあ、とはいえね、やっぱ最近のクレロワって、まあ、かなり火力がインフレしてる傾向にあるので、まあ、このロイホグの状態が今後も続くのがいいんじゃないかなっていう気がしますね。てかね、マジロイホグって本当にデッキの数が凄まじい。もう昔からね、ずっと環境知って、まあ、クレロワしてきた俺なんだけど、時系列で並べろって言われたらね、すっげえ難しい。まあ、なんか思いつく感じのロイホグデッキバーって並べますね。まあ、デッキを見ると、あったなって感じになるよね。うん。ということで、壊れたシリーズロイホグ編でした。まあ、おまけ動画にですね、まあ、3年ちょい前の、ね、来期とのロイフコラボとか、まあ、面白いおまけ動画ね、たくさんつけておくので、ぜひ見てください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめしバイバイ、またねー。Hey yo! けんつめしです。最近もね、カラシュレイやってくるんですけども。そして、ねえちゃんねえちゃんでーす。えい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 え。改め。普通の挨拶。あのビジネス挨拶、オフィシャルバージョン、オフィシャルバージョンね、うん、やっちゃうよマイク・ジョーンズでーす。聞きやすい、ということでね、ライキ・ジョーンズ選手、ポノススポーツ所属の、まあ、ライキ・ジョーンズ選手ということで、選手ですね、選手とね言うてください。まあ、この動画内では選手じゃなくライキ・ジョーンズでね、YouTuber として見てほしいとね、いうことで、やっていくんですけども、なんか聞いた話によるとですよ、どうしたの、なんか千人大会を初めて優勝したと、優勝童貞捨てたと聞いたんですけど、まあ余裕でしたね。正直余裕でした。まあ、今回初めて真面目に千人大会参加したんですけど、はい、まあちょっといけちゃったっすね。しかも、まあ、今いろんなテンプレートデッキあるじゃないですか。まあ三種の神器で 2.6 ホグだったり、ラババールゴールとかいろいろあって、まあそのテンプレどれ使おうかなみたいな感じになって、まあ戦うじゃないですか。はいはい、なんか話聞くと、自作デッキで、まあ、自作デッキで行っちゃったなと。ここだけでも高評価。概要欄にね、そうそう、あのライキージョーンズ選手のまさかチャンネルね貼っておきますので、もうここまでがメイン。なんならここから先おまけ。もうどうでもいい。どうでもいい。ということで、はい、まあ、チャンネル登録してあげてはいいんですけど、低評価はねお願いしますということで。もうね、来期のキャラをさ受け入れない方が結構多いんよ。ああ、なるほど。なんか一時期さ、俺とか翼とかさ、えい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 、シェイシェイシェイとか言ってたら、来期の真似ばっかつまんねえ、肝みたいな。痛いんよ。痛いから、そこもやっぱりね、ちゃんとブロックしたい。ブロック。なんで整備しとかない、なんで整備しとかなかんねん。鳴らしとかない。鳴らしとかない。ということで、自作デッキの方見ていきたいと思います。こっちは、バン。でーい。おや？まあ。これさ、これテンプレじゃない？気のせいじゃない？いやこれ最近流行ってるテンプレートデッキで、まあいろんな海外のプロリーグでも見るし、クラッチャーでも結構見るんですけど、まあ実を言うとね、昨日なんか動画は何にしようかなと思ってて、この今のその反対入りのデッキがグラチャレで今勝率2位のデッキなんですよ。はいはいはい、それででも俺はハンターよりもマジアチャを使う方が肌に合ってるんで、マジアチャね今までいっぱい使ってきたんでね、まあ、これダチカーンと入れて、これもオリジナルデッキ、完成した。これライキデッキ、ライキデッキ。みんなライキデッキやから。もう使うなら俺に許可取ってほしい。まあそういうとこあるな。そういうとこある。そういうとこある。とりあえず俺のチャンネル登録してから使って。こういうキャラの子なんでね。こういうとこある。なんで、そのじゃあ今日はそのグラチャゲ2位のデッキを俺が1位にしたろかということで。なるほどね。俺らで勝ちまくって1位にしたろか。とりあえず1000個使うんで自分が。初めて使いますマジで。なるほど。使うのでまず来期先生に見てもらいつつ、その後来期先生に行っていただき、最後に剣詰め師はどれほど上手くなったのかと。なるほど、その一戦を見て成長する。この初手は割と言うのしおっと、あわよくはタワーと巻き込みだからな、あるある。だからそうすると前のゴブリンが生き残ってしまうから。言うの後ろから前から、いや後ろからだ。後ろからだ。なるほど、メガゴか。これはね、結構ラウトローか。アウトローだね、これは。ガール一匹で行ける、俺は。あー、なるほど。いや、それね、何かしらユニットが出てくるから、左にその強いやつ出した方がよかった、多分。あー、なるほどな。陸行きが絶対出すから。結構アウトローか使ってるときは、このガール一匹で受けて、こっちバレるみたいな。あー、なるほどね。なるほど。これはマジアチャかな。リンフェだけ削っといて。これは完成するからの出たロイヤルホーグ。まあ。なるほど、やつは左を守ったと。なるほどね。これやつは右利きやな。右にガブ出したで。ワン？ちょっと待って、やばい。やった？これは。オアコーンですね、これ。まだファイボがある。フェーボはね、打った方がいいな。
や多分大丈夫かな、カウンターしていこう。あ、なるほど、大事やな、カウンター大事。じゃあボールを見る時点、見た時点で正直警戒しないといけなかったな。なるほどね。まあ要はあんな感じで守ってカウンターにつけていこう。あのこれはボールは全部焼き切れるから美味しいな。美味しい美味しい。でスケガはマジアチャを後ろに出せばいいから、今後はスケガ、マジアチャは大事に大事にしておきたいな、しておきたいな。おっとこれはガールかな。まあまあまあ、せやな。まあ、ここはボーラーも切ったんでアウトロー出していきたいですね。あ、ポイズン、あ、ツドロイフグだ。こうでいいよね。うん、いいと思う。ギャングがいるんで、行くんか行くんか、おいしょ、よいしょ、いいよいいよ。ちょっとチキったな、ちょっとチキった、ちょっとチキったが、もう一回、もうちょっと早くてもよかった。まあ、次スケラをちゃんと守れるか分かんないんで、はいはいはい、スケラが出てきたときはあ、まあこれなら守れるな。確かにこれはこれなら守れるが、8枚プラスで攻めて、おやおやおや、これ捨てて、いや違うな、マジアチ頑張れ、頑張れる頑張れる、こいつなら参える。オッケー、スケフリーなら話は違うなと。これじゃあ固めてほしいよな。いけるいけるいける。でもインドラあれが来る、ロイ、そうそうそう、マジアチゲーミング、マジアチゲーミングできるな。で言うの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 足していき、あ、これちょっとこれやべんだよな、これ縛られるんだよな、縛られるよな。メガゴがマジで天敵、抹茶は無視やな。でもとはいえ、とはいえいけるんじゃないですか。でもさ、溶かしてロイフグ飛ばせばいいよね。そうそうそう、で打ってくるだろうから、はい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 、いけ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 、これでフリーズを使わしていき、でなんか来た時のマジアチャと、いけるいける、オッケーオッケー、なんかオッケー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 、ちょっと汗かいてる。ちょっと血がデッキだったから。はいはい、これこのデッキで俺もう見てないんで。とりあえず U のゴーストアウトローとあとだっけ、待ち合わせなんでショートが。まあ四あと5秒ぐらい待って相手が出してこない。あ、まず待つんだ。もう初手ゴーストとかちょっと待ちたいな。なるほどね。U のとか出していき。はいはいはい。うん、カオルラバーと好きらしいやな。まあ、ゴレム今ボス何でも入ってるよな。まあ、ボス強いからな。今トレンディーカードやな。トレンディーカード。おいしい。一発、おっしゃ、来た。こういうこと、こういうこと。仕上がってんだ、このマジアチャ。仕上げてきた。はいはいはい、あー、ポンペアバルーンか。これで逆攻めることによって相手はザップすら避けないですね、こっちに。なるほど。いや、まあ、ポンペアバルーンでもない。なんかバルーンだね。こっちはでも入っちゃうかな、一発。ザップを裂いてくる。二発か。うん。まあこれでインドラを延命していき、これミニペオ？ミニペオがちょっとやばかったっす、ね、汗かいたんだけど、汗かいてきた。4コスで、まあ、これでも割り込めるんで、割り込み言うのでいけるんで、うん、うん、まあ、まあ、インドラで入ってこれは絶対タワー折れるんで、まあね、こういうとこあるな。さてはクラロワ、うん、これ墓石で受けがいなくなるってんで、こっちも折れる、うん、やばいと見せかけての、やばいと見せかけてのからの2本折り、これマジアチャでシュパッと、ね、あーもう隙を見逃さない、スン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 よいしょ、よしよしよし。そしてこの入った瞬間一発これ強いな、これな。クラロワってさ、別にノーダメで勝つゲームじゃないから、そう上手い人でやっぱこういうとこ、うん、100くらったら200くらいで返せばいいんで、だいたい負けた試合とかってさ、守りき守りね、綺麗に守ろうとしすぎちゃうよな。それそれ、よいしょ。さあさあさあ、さすがみかんさんの元で修行しといたけあるな。あー落ちた、バルン強いよなこれが。それそれ、でもこれなんだっけ、お、マジで。いやこれ一周回ってカウンター要因となる説。これガールから行かないかな、行かないと。はいはいはい。まあこれで陸受け2枚切ったんで U のを出していき、うん、これでもう多分空しかいないんで、ミニペアと1枚か、これ回ったかな多分。はいはいはい。で今マジアチャを潰すやつが多分いないと思うので、うんうんうん、ロイフグで受けていきのアイゴレが来ると。はいはいはい、こっちもぶっぱすね。ほう、よいしょ、相手の呪文まだ分かんないからな。うん、言うてこれでいけんじゃないですかね多分。まあバルキーとかいないからねみたいな感じ、うん、これで5コスでロイフグ出して GG ですね。矢の雨、まあ、ザッペ矢の雨か、まあ、まず殴り合いなんだけど、うん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 、まあ余裕と。まあ、まさしく男にふさしいデッキという。あ、男の、あ、なるほどな、分かった、攻めるデッキな、これは。あ、日本人のよろしく。いやー、ラバーか、ラバー勝てるかな、俺。ラバーうめえんだよな、待機。
いやー、ラバかー。これ、負けで40なんとか座れるコースか。ラバは、着育をめっちゃ使う感じになるよね。もちろん。まあ、ローリングとかでいくか。ファイスピン。ああ怖えよ、待ってくんの。降り出して、ケツラバ組まれたとして、アチャクイ出して、チュン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 ってして、降りもう一回回すのやばいんで、スケルトンからの、まあ、アチャクイから始めるか、これ。怖えよ。対空がもう一枚欲しいんだな、こっち。これで、一応ファイス使えば完封されることはないはず。で、こう右はクロブスね。で、スケで防衛。で、そうだな、チャンピオンね、手札読みができないみたいなあれもあるんだけど、逆を言うとね、あれもできん。なんやろ、この回ってこねえんだよね相手多分ここまで読めてないと思うけど、まあ焦げ金クソって言われてるあれでもあるんだけどね、ゆえんでもあるんですけど、こうするしかねえもんな。ロークで水が本命。これはこっちもおっとかんできない。ザップは使った。一応これでやるか。クエイクと打っとけない。これが守れるんだよね、強い。ということで3試合して、まあ、2勝1敗って感じで。